こんにちは。若松呼吸器内科クリニックの若松です。今回は睡眠と肥満についてお話しさせていただきたいと思います。睡眠と肥満が結びつくと言われても頭の中でどういうことだというふうになられた方もいると思います。実は睡眠不足があるとある種のホルモンのアンバランス、要するに食欲を司るホルモンが分泌が障害されて、その結果として食欲が亢進する、お腹が空きやすくなるということが分かっています。ですので睡眠不足だと食欲が増し、普段よりもたくさん食べてしまい太りやすくなるというのがもうすでに分かっております。体重コントロールのために実は睡眠というものは非常に大事だということをご承知いただいて、睡眠不足を予防し、結果として生活習慣病を予防するということを心がけていただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。